さん、こんにちは、おはようございます、こんばんは。一人飯ができない男、やかたでございます。今日はやっとこう晴れましたね。ちょっとまたね、なんか天気悪くなるっていう方なんで、乗りだめじゃないんですけどね。今日はね、こんなこと本当はしていられないんですけど、事務仕事が続きましてね、ちょっとストレスが溜まりまして、他にも、肉体労働もあったりね、ちょっともろもろあって、本当はもうちょっとね、仕事進めようかと思ったんですけども、もう椅子に座ってんのが嫌になりましてね、天気ももう気象なんで、思い切って外に走りに来ちゃってます。海はベタナギです。こんなご時世なんでね、買い付けに行ってないんですよ、全然。で、海の様子もちょっとね、ご無沙汰しちゃってるんですけど、こうやって眺めるだけになっちゃってね。何が取れてんだろう、今。先日はね、ヨウちゃんと久しぶりに走ってきましたけどね。らしいですね。ことごとく振られましたね、やっぱりね。多分っていうかね、取れてないんですけどね、途中実は雨にも降られましてね、本当に降られましたよ。食べに行って、結構ね、休みなんていうんでね、バカじゃないんで、一応学習してね、下調べするようになったんですよ。で、お互いに下調べしてね、やってるねって話で言ったら、休みだったっていうね、二人してどこを眺めたんだろうって話なんだけどね。小さくお知らせで載ってましたね、休業の反対が。後で調べたら。もうちょっとね、休み強調してくれればよかったんですけどね。時間ないからって食べに行ったら、そこのお店が休みだったというね。おかげでね、後で行ったお店は、外れないだろうなと思ったお店はやっぱ外れなしで、美味しいお昼を食べてきましたけどね。詳細は先にアップした動画の方をね、ご覧いただければと思いますけど。さあ、どうしよう、今日は。稲取ね、ちょっと少し用足しをして来ようかと思うんですけどね。いやー、実はね、水槽、うちにあるね、でっかい水槽があるんですけどね、ちょっとトラブっちゃいましてね、しばらくお休みすることにしました。漏れちゃってるんですよ、排水が。どっから漏れてるかわからないもんで、今とりあえず止めてみてね、排水の減り具合確認してるんですよ。で、今のところ致命傷じゃないかなって感じなんだけど、どうしても冷却しなきゃならないんで、要はポンプ入れて循環するんですけどね、そこの循環のパイピングに穴が開いちゃってると、もうちょっと手の施しようがないんですよ。で、そうなっちゃったらちょっと水槽を諦めるしかないかなって今事態になってまして、ちょっとね、そうならないことを願って今メンテナンスしてるとこなんですけど、来週いっぱいぐらいかな、1週間か10日ぐらいちょっと様子見てみて、復活できればいいんですけどね。なんかちょっと今ここ来てね、これは致命傷かなっていうのがちょっとふつふつとしてきましてね、それまでは多分致命傷じゃないっていう風に見てたんですけど、なきゃないで正直楽なんですけどね、水槽はね、普通のとことサイズがちょっと違うんだよね。うちのやつ4メーターあるんですよ、水槽の長さが。4メーターの1メーターかな、1メーターいくつ、1メーターか、1メーター1メーターだ、海水4トンぐらい入っちゃうんで、見栄えはいいんですけどね、ちょっとね、どうするかまたちょっと考えなきゃなんないんですけど、と言ってる間に、稲取へ到着です。ここを右へ曲がって温泉場の方に入ってきます。金目の水揚げやってる頃かな、どうなんだろう。やってるね。水揚げを見ていく？せっかくだから。知ってるのいるかな？
どんな具合？あ、結構取れてます。取れてる、はい、これはこれは1キロアップはでも高いです、ね、高い下ぐらいは下がってきました。あ、本当。たまには使おうかなって。お客がないよ。まったくさ、もうやんなっちゃうよ。こっちこれからだ。いや、やっぱいいね。取れてんのに客がないのが一番痛いよな。本当に。これじゃ下田もすげえことになってんだ。はい、ちょっとだけでしたけど、あの稲取港ね、日戻り金目の水揚げ風景でしたけど、ここらしてね、農協の直売所。あっさりと考えを直しまして細野高原行ってみたいと思います。ここの景色もいいんですよね。はい、どうですか、見えますか。少しは色づいてるかなと思ったら、さすがに早いね、まだ緑だね。はい、到着じゃないけど到着です。もうこの辺からね見えますからね。ツリーハウス、紹介するなんつってまた伸び伸びになってんな、うん、鈴木さんも来てくれって言ってたんだけど。リブル、あれ、なんかもう一個増えてるぞ。あったのかな、前から。まだススキの方が出始めか、まだ。あ、でもまあ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 だね。はい、細野高原でございます。逆光ですね。ちょっと映りが悪いかもしれないな。登れるとこまで登ってみようか。頭に当たったぞ。また やっぱあれだね、お彼岸の頃だね。あと10日までいらないか、1週間くらいでいい感じなんじゃないかな。まだほんとね、ちょんちょろげだもんね。クサクサしない。逆光になっちゃうな。いけないことないんだけど、怖えな。ちょっとこれ行かねえ方がいいかな。 U ターンができるかな。もう平らは何にもねえんだけど、ちょっとピンチ。もう大丈夫だ。よし、こんなもんにしとこう。滑るからギア入れっぱなしにして、よいしょっと。はい、細野高原でございます。豊島が見えるね。じっと大島、リンリンの音聞こえるかな。入ってりゃいいんだけど。ずーっとススキです。
はい、ということで、サクサクっとちょっとね、近場へ散歩、プッチツーリングでした。よかったらまたチャンネル登録もお願いいたします。それでは次回またよろしくお願いいたします。さよなら。段差がやだな。あ、やべやべやべ。段差がやだって言ってんのに。よいしょ。よっから変わった。これソリ持ってきて滑りたいね。よいしょ。さあ帰ろう。